清川八郎、清川八郎、清川八郎、文政十三年十月十日、千八百三十年十一月二十四日、文久三年四月十三日、千八百六十三年五月三十日は、江戸時代末期、幕末の省内藩出身の志士。田中河内助と共に、九州遊勢をして、尊老上位派の志士を京都に呼び寄せ、一方で老仕組を結成し新選組。 新朝組への流れを作り、古尾の会を率いて、明治維新の火付け役となった。陽名は元寺、伊名川正明、号は短期、勃刑。本名は、斉藤正明で、清川八郎と改名した後、清川八郎を名乗った。山形県庄内町の清川神社に祭人として祀られている。位階は、造成四位。出羽国田川郡清川村。 現、山形県東田川郡省内町省内藩合詞、斎藤豪子と武器の子。天保十四年、1843年、清川関所役人の旗田康右衛門に指示し、弁学に勤しむ。高下三年、1846年には、後の天中組総裁、藤本鉄石と愛信仰を深めた。高下四年、1847年、江戸に出て、 古学派の登場一同に指示する。歳を認められ、登場塾塾等を命ぜられたが、古事し浅香盆斎に、天塾。その傍ら、塾の同輩に誘われ、北新一刀流の改祖、千葉修作の玄武館で剣を磨き免許改伝を許され、江戸幕府の学問所である昌平校に学んだ。その後、清川塾を解説するが、 当時江戸市中で学問と剣術を一人で教える塾は清川塾だけであった。安政2年、1855年3月から9月にかけて母親を連れて清川村を出発。善光寺、名古屋、伊勢、奈良、京都、近江大海、大阪、宮島、岩国、天の橋立、鎌倉、江戸、日光などをめぐる大旅行をする。その記録、最優層は、 幕末の旅行事情を知る上では貴重な資料である。内容は各国の名詞との出会いなどを中心に書かれているが、その性格からか辛辣で適厳しい批評が多い。安政七年、1860年に起こった桜田門外の変に強い衝撃を受け、倒幕、尊老上位の思想を強める。この事件を契機に、清川塾に有国の死が集まり出す。その中には、 爆臣の山岡哲太郎、鉄秀、河西伊蔵、松岡万、薩摩藩の井無田昌平、日渡市八兵衛、神田橋直介、増光久之助、同門であった浅香五郎らがいる。また池田徳太郎、中村貞太郎、西川蓮造、村上春五郎、石坂隆史などとも交わる。同年、名手として、古尾の会を結成。発起人は、 山岡哲太郎ら十五名、横浜外国人居留地を焼き打ちし、尊老上位の精神を鼓舞し、倒幕の計画を立てたが、この密計が幕府の知るところとなる。しかも、文久元年、1861年には、バリ増減を浴びせてきた幕府の手先を切り捨てたため、幕府に追われる立場となった。この時、河西、中村、西河原は捕獲され、後に告示している。 倒幕運動を続けるため、京に潜伏したり諸国を回り、田中河内助に続いて、九州遊説に入った。筑後国の水田天馬宮に撤居中の牧田もつの元にも滞在し、福岡藩士の平野国臣、小堀、日後の尊王上与派とも接触。その戦略は、薩摩藩の立兵状況に期待を寄せるものであり、薩摩は立と諸国を遊説したが、小松聖殿は、 一切の現地を与えていない。近世日本国民史では、京都に参集した、尊能上位派は、清川の空想的政局論により集められた一面があるとしている。その後、山岡哲秀らを通して、松平春学、幕府政治総裁職に、急務散策一、上位の断法二、大社の発令、三、天下の英才の教育を上書する。 尊上志士に手を焼いていた幕府はこれを採用し、松平忠都のもとに老子組結成が許可された234名。うまく幕府を出し抜いて、今度は砂漠派を刑に集め出した。文久三年1863年2月23日、将軍徳川家持上落の際、その前衛として老子組を率い経営出発。到着した夜に老子を、 二部の新徳寺に集め、本当の目的は、将軍警護でなく、尊老上位の先方にあると、術る。宇都の旧王が、老子組大使の殿内義を、家エスと次郎の両名に、敬意に残留することを希望する者の取りまとめを依頼し、上位に反対した、ネ岸友山、芹沢鴨、近藤イ土肘方歳三らが残留、田元を分かった。翌日、 二百名の手勢を引き朝廷に憲白書の上申を願い入れ、幸運にも受理された。このような老仕組みの動静に不安を抱いた幕府は、老仕組みを江戸へ呼び戻す。江戸に戻った後老仕組みを動かそうとするが、京都で完全に幕府と対立していたため狙われていた。同年四月十三日、幕府の資格、佐々木忠三郎、久保田千太郎など六名によって、あざ赤羽橋、 現アザブ十番商店街そばで首を撃たれた。去年三十四、女子同、山岡栄子1903年の記述によると、首は石坂修造が取り戻し、山岡栄子、山岡鉄州の妻が保管支電通院に葬ったが、後に遺族に渡したという。墓所は東京文京区の電通院にある。死後、幕府は、老子組を新長組と改名し、省内藩預かりとした。 明治四十一年、1908年、特使により、聖四位を増位された。八郎の出身地である清川に、聖四位の追贈を機に、昭和八年、1933年に、清川神社が創建された。また、昭和三十七年、1962年には、神社境内の一角に、清川八郎記念館が開館。八郎の書館など遺品を展示している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。